どうも、ありがとうです、えー。今回はこのテスト中のポイントと、このトピックで喋っていこうと思います。で、先週テスト勉強のやり方ということで、テスト前ね、前の話をさせてもらって、まあ、次はテスト後、終わった後ね、の話をするんですかっていう意見もちょっとあったんだけど、違います。テスト中です。え実際今中間テストの時期だと思うんですが、中間テスト、期ますテスト、まあ実力テスト、模試とか、入試本番もそうです。 実際にみんなが戦ってればね、試験を頑張ってる時に意識してほしいことっていうのをまあ話していきます。で、これもね、上げていったらキリがない。もうめちゃくちゃあるんだ、細かく上げると。だけども、まあ、前回同様、新しくまあ中1になったことか、まあ、高1になったことか、その子たち向け、は、まあ、高1になった子はね、中学でテストを受けてるから、ある程度分かってると思うんですけど、まあその子たち向けに話していきます。かなり基本的なところにはなるんですが、よかったら最後までお付き合いください。 で、本編に行く前に、一個お礼を言いたいことがあってですね、その先週テスト勉強のやり方を取った時に、先輩方、あのー、この活動もチャンネルもうちょっとで10年目になるので、えー、のー当時、学生だった方も、例えば大学生になってたりとか、社会人になってる方もいらっしゃって、で、たまに見,て見に来てくださるんですよ。で、その先輩方が、あのー、経験とかね、思うことをコメントで書いてくださいって言ったら、すごい書いてくださって、 で、しかも、それを見た、ね、そのコメント欄を見た学生の方とか、あと保護者の方とかからも、あの、コメント欄読んでたら、こういう発見がありましたとか、読んでるだけですごい頑張ろうって思いました、みたいな。なんか書いてあって、やっぱ改めて、こう、自分がね、まあ、こう、36歳の子私が何かをわって話すよりも、年が近い、年が、なまじゃった。年が近い方から、こう、意見をもらう方が、やっぱ感化されると思うんだよね。 そうだからすごいこうポジティブなエネルギーをあのコメント欄みんなが作ってくれたコメント欄がその見てくださってる方に与えることができたので本当ありがとうございました。で個人的にもねなんか、まあ、動画は一人で撮ってるんだけどみんなでこう動画を作り上げてるじゃないけど。 っていう感じのが、俺がね、勝手に感じてて、なんか、普段一人だからさ、そう、なんかすごい嬉しくて、<laughs> 本当にね、ありがとうございました。で、今回も、よ、いててて、よかったらね、あの、テスト中、こういうことを意識してましたよ、みたいな、先輩方の意見をまた書いていただけると、きっと、あの、見てくださっている方が発見があると思いますので、お時間ある方はね、ぜひよろしくお願いします。ではでは、前置きがね、長くなりましたが、参りましょう。で、今回4つ穴埋めにしました。ちなみに、この穴埋めね、まあ、考えてほしいんですけど、 4番。試験はただのホニャララっていう、ここの言葉が、今ね、パッと言われて思いついた方は、多分、しかも正解した方は、相当配置検定高いです。ここが分かったらすごいと思う。これだって俺の、なんか、個人的に思ってる思いだからさ、4番はね。まあ、よかったら、ね、そこの答えやつも後でしてみてください。で、まず1つ目。テストが始まりますと。始まったら、まず、ホニャララを書いて深呼吸します。はい、テスト始まりました。何しますかって。 絶対にこれを最初にやります。まあ、当たり前のことをね、基本的なことを話していきますけど、理由も説明します。まず名前を書いて、深呼吸です。で、実は、実、ここがすごく俺大事にしてるところで、 ちょっと自分の話になるんですけど、俺が塾講師やってた時、23歳から27歳までか、塾講師やってた時に、まあ、小部当塾だったんで、で、結構俺の担当の生徒、勉強元々ね、塾入ってきた時に苦手な子が多かったから、もうやだ、めんどくさい、やだよ、とかって言いながらもこう頑張ってる子が多かったんよ。 で、まあ、そういったら見てて、なんか、ね、こうやって授業するだけじゃなくて、俺もなんか頑張りたいなと思ったんよね。その子たち見てるときに。で、えっと、俺、検定って、A 検を中3で受けた3級しか持ってなかったから、あ、数検と関検受けようと思った。俺も勉強して、俺も勉強頑張って試験受けるから、みんなも試験勉強頑張ろうぜ、みたいな感じにしたくて。で、数検の2級と関検の順2かを受けたんですよ、その時に。 で、まあ、それはなんとか受かったんだけど、その試験会場行った時にも、やっぱりやったもんね。同じこと。当時の学生、普段大学受験とかした時にもやってたことなんだけど、まず名前書くじゃないですか。で、その時に、俺目つぶるんですよ。これ真似しなくてもいいよ。ちょっと顔出すね。目つぶって、まずやることって、名前書きますと。で、目つぶって、よしってこれあの。口で言わないよ。言うと怪しくなっちゃうから、よしって。スイッチ入れる自分の中で。よし行くぞみたいな。た、ね、楽しんで行くぞみたいな。 感じのをするたためによしみたいな、ね、っていう、一個自分の中で何か決めておくといい。そのスイッチが入ることによって、今から45分、50分、まあ、もし90分の試験わからないけども、よし、こっから戦っていくぜみたいなのは入れるといいです。で、そのスイッチとして自分は名前を書いて深呼吸っていうのをセットでやった。で、これはこのまま真似しなくてもいいんだけれども、自分の中で何か戦いに行く試験が始まるスイッチとして、 よしっていうのが作っておくといいと思います。これ結構おすすめ。でも名前最初に書いてね。うちの生徒、あの、名前は最後に書きたいんでって言ってる子もいたけど、やめとけって。忘れるから。で、今学校の先生は結構優しくて、名前書き忘れても、まあまあ仕方ねえなって特典くれる方もいるんですけど、普通に本当に特典くれない人もいるから。実際。そんなに割合は低いけどね。いるからね。どんなに、例えば95点の回答を書いてたのに、これがないから0点とか、 理不尽に思うけど、でも間違ってない。ルールだから。名前を書かなきゃいけないんだもん、テストは。いいかな。だから、まず名前を書いて、深呼吸から始めます。で、次よ次ね。この辺から大事になっていく。まず、試験始まりました。最初の1分間で、ほにゃららを見ます。何見るかっていうと、全体見る。問題用紙の。結構、あの、慣れないうちにやるとね、試験始めって、まあ、ドキドキしてるじゃんか。試験始め、パッてめくときながら、よし、1の1、計算みたいな。 感じで一生懸命入っちゃう子がいるんだけどまず深呼吸してよしってなったら全体います1分間でいいですもしくは1分間も使わなくてもいいんですけどえっ、ー、と問題用紙がこう入ってるかな入ってるね問題用紙じゃあ2枚にしとこうかな今回じゃあ2枚のまあ試験数学とかでもい個か例えてね2枚ありますと問題いっぱいあるじゃないですかで何をしたいかっていうと1分間であふーんふーんふーんって全体タラタラ見るんじゃなくて作戦立てます作戦 でもちろんそんながっつり作戦立てる時間はないので、1分しかないからね。どうするかっていうと、あ、ここにこういう問題があるんだ、みたいなのを把握しておきます。例えば、中間テスト、期末テストであれば、問題の、えー、ごめんなさい、定期テストの範囲は分かってますよね。今回の数学に関してはこういう単元が出てくる。例えば中学2年生とかだったら、今回は連立方程式と一次方程式、あー、ごめんなさい、一次関数みたいなが出てくるかもしれない。でしょ で、なったときに、あこの辺には計算が多くて、この辺は、えっと、例えば関数なんだ、みたいなのが、見てくる。で、自分の得意不得意もあるから、あこの辺は大丈夫だけど、あ、やべ、ちょっとこの辺の問題やばそうだな、みたいな。あ、罰書かなくて、かなくていいよ。例えね。あで、だいまで一番最後は鬼畜なの来るからさ、難しいの来るから、やっぱこの辺はやばそうだな、みたいな。なったときに、まあもちろん100点を目指してる方、100点しか目に見,と見えてないと。いう方だったら、も、ま、う、あ、全部やんなきゃいけないんだけれども、そうじゃないじゃん。 基本的にじゃあ数学今回は70点目指すとか80点目指すってあるわけよ。例えば80点を目指すって言ってる子はこれ逆に考えてほしくてあのこの発想マジ大事だから覚えてて80点と取りたいっていうことは20点は、まあ、捨てるって言い方すごい嫌かもしれないけどちょっとあえて使うよ。20点捨てることができます。まあ、もっと言うと間違えることができる。一回80点ってたら20点捨てられるんです。だから この問題はし、今からじゃあ50分間にしましょう。試験時間。で、まあ、深呼吸したりとか1分でちょっと使ってるからまあ48分とかにしようか。残り使える時間がね。この48分間をどういうペース配分でやっていこうかっていうのはざっくり考えます。ざっくり。いい。だから、例えばこの辺の計算を見たときに、まあ、この量だったら10分ぐらいかなとか。 普段からワークとか問題をきっちりやってると自分がどれぐらいの時間でどれぐらいの問題量を解けるかが分かるようになります。で、分かるようになるために普段からいつも言うけど勉強するときは時間じゃなくて量で決めろっていうの。量で。3位今から1時間勉強するぞだと1時間た勉強したってその1時間っていう時間の感覚しか残らない。でも量でやる。例えば2ページ。 数学ワークのこの2ページ分をやるぞって思って終わるじゃんか。だいたい、だいたい気になるじゃん。何分かかったかなって。あ、そうか、この2ページ、この問題だと40分ぐらいあったんだなって。そういうふうのを毎日積み重ねてると、だいたいこの量はこのぐらいかなって分かるようになるから。だから大事なの。時間で決めずに量で決めるっていうのもね。ちょっと話がそれたけどさ。じゃあ、だいたいこのぐらいって目安をつけます。じゃあ、ここまでがプラス15で、じゃあ25分経過。で、この辺に終わしたいなとか。 で、ここが、ちょっと難しさが40分かなとかって、まあ、考えていくわけなんだけど、基本的には、あと48分 <laughs>、48点になってる。ごめん。48分あるじゃないですか。で、10分ぐらいはカットして見積もります。ざっくり言うか、わかりやすくね、言うと、8分残します。今からあなたは試験時間は40分です。40分間でどういう時間配分でやろうかなって考えるの。いい だから、これだとちょっと間に合わないよね。ここで40分になっちゃうと。だから、ちょっとここあれかって。えっ、ー、と、もうちょっと減らさないといけないな。20分。じゃ10分、10分で、まあ、一回もざっくりこの辺で行くか、みたいなね。この半ページ。半ページ10分ペースぐらいで行くかな、みたいな。っていうペース配分を考えておきます。で、実際に解きながら、時間も意識する。だって、まあ、あれでしょ教室の前に時計あるじゃんか。それ見て、ここ終わった時に、あ、OK。今、えっ、ー、と、じゃ12分。 かかっってしまったらやべえ2分オーバーしてるからちょっと急がなきゃなとかで急がなきゃなっていうのとあとはさっきも言ったけどこの意識ね捨てるいい例えばこの辺はまだ基礎問題かもしれんでもこの辺からいくとさねパッと見た時にはツだったこの辺でき,るできるかなって思ったんだけど実際にちゃんと問題取り組んだらやべえとあこれちょっと厳しいかなっても出てくるじゃんかそういう時にいい えっと、自分の中で、難しいなーって問題が出てきた時の選択肢は2個です。いい1個は粘るいい。もうさ、見た瞬間に無理だってものは捨てられるんだよ、人って。もう無理って分かってるから。でも、いや、ちょっと粘ればい,かいける気がするとか、あ、なんかワークで見たな、似た問題。みたいなあるといけそうな気がするんよね。だから粘りたくなる。で、もう1個が捨てるなんよ。 でここがすごく大事例えばこれがさっき12分じゃなくてあいい感じで6分で進んだってことはさ4分プラスで時間が余ってるんだよねってことは時間的余裕があるペースって分かってるから粘れてもいいかなっていう選択肢ができてくるわけでもさっきみたいに12分とか時間オーバーペースできちゃってる場合は時間をかけられないだからこうなった時にひとまずねひとまずカッコにしとくわ 捨ててから、後から見直しね。一周終わった後に粘ってもいいかなっていう感じで行った方がいいです。結構、あと、特に中学1年生では多いかな、やっぱり。そのこういうのがね、わからない状態でいくと、出てきた問題、出会った問題、全部ひとまず全力で戦おうとする子がいます。これは、逃げるっていうのもやっぱりすごく大事。捨てるっていうのも。いいかなすべてが粘れば、粘ってるってかっこいいよね。粘ると捨てるとか逃げるだったら、どっちがいいって言えば粘るのがかっこよく聞こえるんだわ。 でも、得点を取るためには、捨てるっていう。いいかい戦略的撤退っていうのは、絶対持ってなきゃいけない。選択肢として。いいかなだから、やってほしいことは、まず1分で全体を見たときに、このぐらいの時間ペースから、ざっくりでいいから、ざっくりで。いい ?10 分ぐらい減らした時間で、設定してください。これが大事。50分フル使っちゃダメだよ。いいかいで、なんで時間を減らすか。このね。マイナス10分、する理由です。 で、これに関しては、絶対にずれるから。こうやってるときに。ずれるし、マイナス10分しておくと、例えば、ちょっとこの辺で2分プラスとかなっちゃってもさ、まだ10分余計に削ってある。残ってる。私。手持ちとして10分のアイテム持ってるからっていう、精神的余裕になります。これが。あと、最後に見直しにも、持っていけるから、ちょっともう、いいや。精神的余裕よ。 で、試験解いてるときは、あたふたしたりとか、いっぱいいっぱいになっちゃうコンディションが一番良くない。焦っちゃう。まあ焦りは出てくるけどね。まあ焦ってるんだけども、落ち着けてればまだいい。その二つあれば。ただただ焦ってしまうと、計算ミスはするわ、うっかりミスはするわ、もっと言うと回答欄間違ったりするからね。いい。その精神的余裕のためにも10分減らしておく。っていうのが大事。まあ後で見直しにも持っていけるからね。いいからな、ひとまず えっとまだね最初のうちは慣れないです。繰り返しやっていくしかないんだけれども、えっと、試験の時はこれをぜひ意識してやってみてください。で、3番。やべいまた長くなってるいっぱい話してるあー、長い <laughs> ちょっと巻きますね。3番です。印をつけながら進めるっていう。で、これは何かっていうと、あのー、テスト解いてるじゃないですか。で、自分マークが3種類あって、まあ、丸、三角、ツっていう。 で、これね、実は普段の勉強の時と同じです。まあ、これ動画でも言ってますけど、普段ワークとか問題集解いてる時に、余裕だった問題が丸です。いい怪しかった問題。例えば、えっと、ワークってさ、問題の上に例題載ってるじゃんか。ってことは、この問題一瞬なんだろうって思っても、この例題見たら、これヒントだからさ、こいつを使って解くことができたりしますよね。でもこれってさ、まあ、この、これ例題が載ってるのは良くないんだけど、でもヒント見てるじゃん。 試験の時ヒントないからね。だから、ヒント見て正解だったりとか、惜しかった。まあ、惜しかったってもあれだけど、ちょっとケアレスミスだったみたいなのが三角。で、バツは、あの、ちょっと今の私には手が出ませんっていう。レベル高すぎ、無理、みたいな。それがバツです。っていうのをつけながらやっていくんだよ。ワークって。ワークね。こうやって問題が、カッコ1、カッコ2、カッコ3ってあったら、各自有だったから丸、みたいな。 え、書くも余裕って。3番ちょっとあいつ三角って。4番はちょっと無理だわ、みたいなね。をつけていくといい。まあ、実際、ちょっとめんどくさいんで、自分これはつけないんだけどね。まぁ、ま印が付いてないのは全部余裕ってしちゃってもいいと思う。まあ、これは任せるみんなに。まあ、印も何でもいいからね。みんなが分かれば。色で分けてもいいけどさ。こうやってつけていきます。で、そうすると、バスの問題は今のは自分のレベルでは無理なんだから、繰り返しでまた戻ってきた時に、例えばつけてないと、 4番やっちゃうんだよね、もう一回。で、やって同じように思うんだよ。あ、私には無理、みたいな。いやいや、無理って思うんだったら1回でいいんだよね。2回、3回って思って時間もったいねえわ、みたいな。だから効率化させるためにもこうやって印をつけていく。で、優先的に繰り返さなきゃいけないのは三角だよね。三角。三角は絶対にもう一回ね、何も手を出さずに、そのまま試験もやったら絶対罰食らうから。得点取れないから。あとヒントねえんだから。 だから、こうやって印をつけて、繰り返し学習、反復学習をするときに、効率を上げていく。まあ、ちょっと話し取れたけど。で、この発想はここも一緒です。テストを受けるときに、まあ、丸はつけないよ。まあ、これ、これしかつけないけど、解いてって、まあ、ちょっとせ丸つけはできないからさ、正解不正解はわからないけど、ちょっと、ケアレスミスしてそうとか、いや、見直しした方がいい問題って、解きながらわかるじゃんか。ちょっとやばそうだな、みたいな。で、それは、三角をつけます。まあな、ん集者何でもいいけどね。 で絶対無理これはもう一回戻ってきても多分時間の無駄になるみたいなのは×バツをつけてこわって。これを印をつけながら進めていきます。つけながらね。で、これをつけながら例えば三角がここにあって三角があってここはバツ××バツもう最後難しいもう先生もクソみたいなね、なるかもしれないけど三角ってなってたらこうね一周終わってじゃあ実際もうちょっとかかっちゃうから43分で終わりましたと。 あと7分だよね。寝ないよ、寝ないよ。え、試験時間に寝る時間なんてないからね。残り7分間何やるかっていうと、また見直しをするわけじゃんか。で、見直しの時にまた1からやる子がいるんだわ。でも、1回目解いた時に、まあ大丈夫、余裕ってなった問題はやっぱ正解しやすいから。ね、どこでプラスアルファ、ケアレスミスを発見しやすいかっていうと、やっぱ三角なんだよね。だから残った7分間で、この三角の部分を見直しをしていく。優先をつけて。 それでも時間が余ったら残りやればいいから。いいから。そうやって効率的に得点を取っていきます。で、見直し、これもさ、いっぱい話してるんだけど、見直しをする時のすごいポイント大事なのはね。見直しをする時のポイントは、もう一回解く。見直しの仕方を子供たちに聞くとですね、よく言うのが、 例えば、数学で言うとさ、計算書いてあるじゃん。この問題のさ、計算こうやってパー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 って書いてあって、それを見ていい、見て見直しをする人がいます。自分が解いた計算式をもう一回目で追うっていう。これね、基本的にケアレスミス発見できません。だって数分前に自分が解いたんだよ。まだ人がね、他人が解いたものを目で追うんだったら発見しやすいけど、違う違う。自分でやったやつだもん同じ思考をたどるって。 だから、基本的には自分ね、よく言うのは数学で言うと、この問題の回答はここに書かないでくれって。一回目はちょっと、ね、例えば2枚あったらさ、こいつの裏裏とか白紙になってるから、裏を使って、カッコ、えっと、1番のカッコ4、計算とか書いて、ここに出た答えを書いていく。で、二回目。二回目見直しの時は、こう戻ってきたらさ、ここには書いてないじゃん。一回目、ね、こっちに書いてるから、ここは問題しかまだ載ってないはずなんだよ。綺麗になってるから。 だから、これを初見の気持ち、初めて、初めましての気持ちで、もう一回解いてみる。そうすれば、一回目で解いたここと、二回目で解いたここで、これで見直しするの。もう一回解くってこういうこと。時間かかるからめんどくさいとかね、えー、そんな時間ないよって思うかもしんないけど、目で見て発見できる可能性は低すぎるんだよ。効率が悪い。だったら、発見しやすいこのやり方の方が、ケアレスミスは減らせるので、ぜひこれは、これやってください。 ああまあまあ絶対合うわけじゃないからね。目で見ても発見できるわっていう方はそれで構わないんですけど。なので試験を受けるときはこんな感じで印をつけながら進めるっていうのをぜひやってもらえたらと思います。もうね、時間長いんで最後4番。最初に言ったね、答え合わせしていきましょう。えー、これは気持ちとして、テクニックじゃないです。気持ちです。として持っといてください。試験はただのほにゃららいいですかこれ何かっていうと、試験はただの発表会です。 これはね、ぜひ思っといてください。これはすごく俺が大事にしている言葉なんですけど、試験はただの発表会。えっと、まあ、中間テスト、期末テスト、まあ、最初の方だったらそんな緊張しないっていう方もいると思うんですが、やっぱり受験とか模試とか、成績にがっつり入るってなってくると、やっぱり試験一個一個がかなり精神的負担になってくる。失敗したらどうしようね。例えばこう、記憶したものがね、全部飛んじゃったらどうしようとか、いろいろ思うことはあります。で、不安や焦りっていうのは基本的に消えないです。 消えないだってみんながさ、まあなんかスポーツやったりとか芸術ね、まあやってる方もいると思う。まあ吹奏楽やってる方もいるでしょう。発表会とかさ、演奏会とかで緊張しないって無理じゃない。まあ鋼のハートを持ってる方もいるかもしれんけど、基本的には緊張するんよ。発表会だから。試験も。あって失敗したくないんだもん。努力してきた。努力してきたから不安に思うよ。もちろんそれがね、えー、っと、こんだけ努力したんだったら俺が失敗するわけねえだろうってう方もいるのその領域に行ける人も。 そういう方は緊張とか不安はしない方も多いんだけれども、基本的には頑張ってきた、その裏返しとして緊張とかね、不安とか焦りが出てくるんです。で、あのー、実際全員が全員うまくいくっていう保証はない。ね、後悔が残る受験や後悔が残るテストをする方もいるんだけれども、もうただの発表会なんだって、ここまで発表会、テストのために準備をしてきた。たくさん努力をしてたくさん勉強してきた。その成果を発表する場なんだって。 だから、まあ、最終的に何が言いたいかっていうと、できる限り楽しむ気持ちを持ってやってください。その楽しむ気持ちっていうのを、最初の名前を書いた時の深呼吸に全てを込める。で、俺、まあ、さっき目つぶるって話をしたんだけど、ちょっと恥ずかしくやるね。実際の試験はこうやってやるじゃんか。で、試験やる前に、まあ、名前書くじゃんか。書いて、目つぶって、よし。 で、このよしの時の目をすごい大事にしてて、目に力を入れるんですよ。今から俺は発表会で全てを出し切ってくるぞっていう。でその自分に目に、まあ、魂を込めるとか言ってあ伝えにくいかもしれないけど、気持ちを込めて、よしって。目を開いた瞬間にスイッチが入る。で、そこからの試験50分間とかこの辺を意識しながら全力を出し切ってくる。出し切ったってケアレスミスはそういうことあんだから。でも、やっぱりやることやって、出たケアレスミスだったら、まあ、あそこまでやったからしゃーないとは思うわけ。 でも、やりきれなかったケアレスミスは後悔しか残らない。そうなってほしくはないので、ぜひね、まあ、今回、本当基本的なこととか喋りすぎちゃったんだけど、まあ、この辺を意識しながら、普段の定期テスト。で、まあ、さっきの普段の勉強にね、その時間のこともあるんだけども、その辺も意識しながらテストね、やってもらえればと思っておりますので、まあ、全部じゃなくていいけどね、ちょっと一部だけでも参考にしてみてください。 ということでえ、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、次回、来週はね、また予想つくと思うんで先に言っておくと、テストの後の話をね、していきますので、よかったら来週の月曜の方の動画もぜひ見てみてください。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。以上、ハイジェイした。